大沢健二です。鈴木千里です。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。鈴木千里選手、はい、ライジンで、平本蓮選手との試合決まりましたけども、今回、コラボという形で。そうです。ちょっと僕はね、だいぶ注目してたんで。ああ、ですか。もう、まあ、なんか今回ちょっとコラボしませんかみたいな、もうぜひっていうことで、ね、いや、もう初コラボです、今日が。あ、本当ですか。はい、本当に初めてです。いや、もうね、ちょうどなんかいろいろ興味持って聞きたいことすごいあって。本当ですか。で、まあ、今回うちの方で、まあ、ちょっとこう、まあ、ほんともともと MMA でパンカスで出てたじゃないですか、はい、期待のね、ニューホープと、もうほんとホープとして、はい、でやってたのに、まあ、なんか、あ、やめちゃったと思って、で、まあ、立ち技の方に行って、はい、で、まあ、それでまたライジンに戻ってきたっていうところの話、ちょっと聞きたいなっていうところで。もう何でも聞いてください。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。です。はい。で、まあ、鈴木選手の方では、平本選手と決まって、どうなんだっていうね。あ、めっちゃ面白いですからね。いや、なんか、いい感じのカードになってますよね、なんか。めっちゃいい感じだし、なんか、逆に言うと、立ち技で見なかったかなとかと。あー、確かに。あ、言われてみれば確かに立ち技の方が面白いかもしれないですよね。いや、立ち技の方が僕的には、まあ、MMA、 これ MMA より立ち技の方がなんか言い訳聞かない、そのお互いのその打撃のスキルを言い訳できないところで勝負するみたいな、なんか MMA だったら、はい、いや、組まれたからとか、あ、確かに、ちょっとタックルちらついちゃってパンチもらっちゃったとかね、はい、まあ、それは MMA の、MMA としてはそれはそれで面白いんですけど、僕としてはちょっと、はい、なんだ、すげえいいカードだなと思ったけど、いや、これ、立ち合わせで見たかったなと思うのがあるんで、そこら辺の話は。はい、鈴木千里チャンネルの方で。あ、本当ですか。やりましょうよ。行かせていただきます、ね、はい、パンクラスの解説とかもやってたんで。もうそれはもう覚えてます。覚えてます。はい、アメリカ TV で、あ、大沢さんだと思って、はい、それはもう見てました。で、もうその時本当にセンセーショナルというか、え、あれ3年4年ぐらい前。そう、17の時にデビューしたんで。17でデビューした。18、19ぐらいですね。18、18、はい、で、え、今何歳ですか。今22になりました。ま、出たらこんぐらいでしたもんね。めっちゃこんぐらいでした。もう、かかりでしたね。いやいや、変わんないでしょ。いや、変わんないでしょ。変わる、変わる、変わる。だけど、その、今でこそ格闘技って、10代すげえ増えてきてるんです。10代で出てくる選手、いなかったですよね。めっちゃ少なかったですね。全然いなくて、で、10年ぐらい前からこう僕ら世代がずっとやり続けてて、おじさんたちがずっと活躍するみたいな時に、ちょうど世代交代が始まりつつあるなぐらいの時に10代出てきて、うわ、とんでもないぞこれと思って。それでその時もね、もう本当に台風みたいな戦い方がね、すげえ台風みたいだなと思って。いやーですね、ビュンビュンパンチ出ましたね。何も考えてなかったですね。何も考えてない。あの時は本当格闘技を一番舐めてた時期かもしれないです。それで下になってもギュンギュン取りに行くような、ね、そうそうそう、こんなん持つのかみたいな。めっちゃしんどかったですね、あれは。しんどかった。めちゃくちゃしんどかった。だけど、俺このまま行ったら、ちゃんとその、この努力ずっとこの今の素材で、努力続けて、しっかりその気持ち切らさなければ、いや、これ、UFC で、トップどころで戦えるだろうなって思ってました。本当に思ってて。そしたら、あれっていう、なんか、一回計量失敗したじゃないですか。はい。ありました。もうめっちゃくちゃ反省してますね。反省してる。今でもしてます、当然ですけど。うん、はい、やばかったっす。あの時はフライ級で投げてましたよ。57で73キロぐらいでしたね、落とした初めが、あの時。今何キロぐらいですか。いや、今71ぐらいです。もうずっとキープしてるんで。じゃあ当時より痩せてる。しまってますね。あ、マジですか。結構太っ、反動がひどかったっすね。
減量ね、落とす分の反動があって結構太ってました。へえ。いや、なんかあの鈴木選手のね喋り方いいっすね。なんかね、あのなんかいやーっつって、なんかもっとクールな感じで喋るのかなと思ったらなんかあの営業みたいな、営業職みたいな喋り方しますね。いや、どうなんですかね、ちょっと、はい、そうなんですよみたいな、いいんですよみたいな。確かに、でもずっともう3歳から空手やってたんで、はい、やっぱ上下関係バチバチだったんで、そこからもう年上の人見ると、もう年上しかいなかったですね。まあそうですよ。だって今も22なんで、ジムでも一番自分の年下なんで、いまだにね、キャリアすごいのに、いや、もう年下で、だって22歳、俺、格闘技始めてないから、22歳の時ですね、全然始めてない、全然じゃないけど、23年始めたんで、あ、じゃあもう、いや、だから全然22ってすげえなと思って、いや、もうひどいっすよ、もう、やっぱ一番下なんで、まあ、ジュースとか買い出し行きますかね、自分、先輩の、今も、行きます、行きます、チャンピオンなのに。はい先輩、チャンピオンでもやっぱりもう先輩は先輩なんで、そう、はい、へえ。自分の中ではあの歴じゃなくて年齢だと思っちゃってて、はい、それこそ自分の後に入ってきてる人でも年上だったらもう先輩なんで、うん、もうでもその本当こうパンカスでそれが結構あの1回目のそのMMA をやめるきっかけみたいになったんですです。その時にもう、もういちゃいけないと思ってたんですよ。あ、もうや、なんかこの世界にもういちゃダメなんだなと思って、アイドルみたいな、いや、意外となんか考えみたいな、アイドルみたいなめっちゃ反省して、もうダメだと思って、そっから考えてで、その時にたまたまそのジム会長がなんかじゃキックでやってみないかみたいな、スクエアだよ、それもかけてくれて、やりますって言って始まりましたね。で一度アイドルをやめて、はい、そういう転校みたいな転校してそういう転校で、はい、来ました。立ち上がったのも行って再びこう帰ってきましたね。いや、帰ってくるでも立ち技のね方でチャンピオンですからね。いや、めっちゃ大変でしたね、まあ、それそうでしょ。もうでもなんか想像よりは大変じゃなかったですね。でも大変ですけど、総合の時、その MMA やった時はパンクラス時代はもう立ち技に行こうっていうことは全然考えてなかった。なかったですね。お兄さんその時立ち技、うん、ずっとやってましたよね。やってました。お兄さんは MMA 来る気なかった。まあ、なんか最初ちょっとちっちゃい道場で2人でやってて、そこからお兄ちゃんキックに行って、で自分は総合行こうってずっと決めてたんで、もうそこで別れてましたよ。へえ。そこでもう総合行ったんで、もともとやっぱ兄弟喧嘩にも勝ちたかったですし、やっぱ総合の方が有利じゃないですか、全部できるんで、それで僕は総合行きましたね。じゃあそれで全然 MMA 来る気ない中で、で、ちょっとそのミスで体重計量失敗で、そっとオープンフィンガーを起きました、はい、ちょっとズボンを脱ぎ、もうスパッツを脱いで、もう全裸で、はい、聞かせてやりました、もうそっとスパッツを脱いで、はい、キックパンツに履き替えてそこはもう、そうでしたね、はい、何が大変でしょう。でもだってあんま変わんないでしょ、それ。そうですけど、まず一番大変だったの、まあ練習内容とかは、まあ、キックの方が厳選されるんで、まあ、打撃だけに集中できるんで、ああ苦手な組み合わせとかないって思えたんで、気持ち的にはなんかもう殴りは倒せんじゃんと思ってたんで、はい、タックルも来ないし棒立ちでぶん殴れば勝てると思って、はい、行ったらなんかいけちゃったみたいな感じだったんで、はい、その代わりなんかスタミナとかきつかったです。ダッシュとか、はい、階段ダッシュ連打とか、はい、そういうのがなかったんです、総合には、はい、そこがめっちゃしんどかったですね。引き上げねがありました。立ち技の人引き上げ尋常じゃないからね。総合って休めるじゃないですか、いいところでポジション取って、それがないんで引き上げ尋常じゃないな。きついっす。でもね、立ち技で負けたのって1回だけでしたっけ。トーナメント2回戦で判定で負けちゃって、それ以外はもう全部勝ちました。全部、はい、ここのとこ最近すごくないですか。ちょっと6連続1ラウンド KO でいってますね。すごいでしょ、6連続。いや、これがね、いや本当にすごいじゃないですか。
もう僕何試合か見てるんですけど、何試合、いつからあんなに行くの、1ラウンドからもう、はい、頭っから行くじゃないですか、はい、あれはなんか、いやもうなんかあれじゃないですか、雷神で、はい、庄司君との試合の時もなんかもう頭っから行ったじゃないですか。で、あれって MMA のファンの人たちからすると、あ、最初から言ったらちょっとかかり気味だったんだなみたいな見え方してる人は、知らなかったらそう思ってるかもしれないけど、毎回行くじゃないですか。毎回行きますね、はい、ほぼ全試合そう行くんです。それも立ち技のあれ MMA の時もあんなに最初から行ってましたっけ。もう行ってましたね、はい、頭から振りますみたいな、行ってちょっとフラッシュダウンみたいなの取って、でちょっと組んでみたいな感じでしたね、ずっと。あ、そうでしたっけ。まあでもブンブン振り回すイメージあったけど、そっか、あんなにさ、そっか、行ってました行ってました。でもノックアウトの試合の時にもう毎回毎回実況と解説の人がこれね、もうマジでマジで見てほしいんですけど、毎回実況と解説の人が、鈴木選手行くんですかね、行きますかね、行くんでしょうね、行きますかね、行きましたーって、必ずやりますよね。何ですかね、ずーっと言われますもんね。ずーっとあの下り、ずーっと必ずあの下りあるじゃないですか。千尋タイムがあるっていうね。多分なんかあれのせいでなんか行きざるを得なくなってますよね。なんかそれ考えてるんですか、自分でも。まあ、実際試合期間中はまた解説あれ言われるから、これ、ま、行かないといけないやつだよなみたいな。行くんですかね。行きますかね。そうなんですよ。だこれで逆に行かなかったらなんかシーンってなっちゃうじゃないですか、はい、まあ、行くしかねえかと思いながら練習するんですけど。菊野選手って UFC に出てた菊野勝則選手とコラボしたときに、ブレイキングダウンっていうなんか朝倉未来の考案の1分のやつで、それで戦ったんですよ。で、僕がこうやっぱり最初から1分で行こうと思ってるけど、思ってるけど、菊野くんがツカツカツカって歩いてきて、いきなり右振ってきたんですよ。あ、俺すげえびっくりして、俺それもらって倒れたんですよ。キクロ君が思いっきりバン、それでフラッシュダウンして、やっぱ頭からいきなり来ると結構びっくりするんですよね。ああ、確かに。はい。で、鈴木選手も大体カーンっていきなりバーンって右で行くじゃないですか。でもあれちゃんと考えてるんですよ。適当に行ってると思われるんですけど、ちゃんと頭使って対策取ってるんですよね。でももうそれはそれはどういうあれなんですか、言えるんですか。あ、全然言えます、はい、どういう考えで。もう普通に、例えばじゃあ前回やったらタップの選手、はい、タップの選手って癖があるんですよ、はい、絶対にやるパターンがあって、インローを当ててローキック蹴ると絶対に右で緩いローキックを蹴ってくるんですよ、はい、でその瞬間ってすっごいガードが緩くなって、はい、瞬時に反応できない時間があるんですよ、はい、ほんと3秒ぐらいあるんで、なので右のローキック緩いの振ってきた瞬間に突っ込もうと思ってたんですよ。で、まっすぐですか。で、ローキック振ってきたんで、そこにラッシュで合わせて巻き込んだんですよ。あ、じゃあ大体相手の映像を見て、そのダッシュかませるタイミングを見てるみたいな。あるんですよ。そのダッシュかますタイミングというか。普通に見てますね。来いよ、来いよみたいなやって、キャーンって感じで行きますね。あ、じゃあもう結局行くのは決まってるんだ。まあ、決まってます、はい。行くのは決まってるけど、行くのは決まってるけど、その行けるタイミングみたいなのをちゃんとカウンター取られにくいタイミングを見て、じゃあもう行くのはもう決めてるっていう。そうです、なんか、なんていうんですかね、もう本能でこう行っちゃってるんで、そこは考えてないですね。ああ、でもちょっとディフェンスしようみたいな思ってても、気づいたらこう行っちゃってるんで。ああ、もう気づいたらもう、なんか体先に行って、後ろで、はい、後ろで自分見てるみたいな。あ、行ってるよみたいな。
でそれはもう本当なんかもう本能ですね、そこは本能、はい、あスイッチで、スイッチでなんか練習の時にあのファーストコンタクト来たら突っ込むっていうのをその誰も言わないんですよ、先輩とかとセコンド人とかそこは話し合わないで自分が一人で見てこのタイミング入ろうって決めてやってるんで、だからみんなびっくりするんですよ、なんで行くのみたいな感じなんですよ。いやもうびっくりしないですよ、もう慣れてますね、はい、行く、いやもうあのセコンダーも行くのかな、行かないだろうな、いや行くのかなはもう思ってないですよ、もうみんな行くと思ってない、もう千尋は行かないと勝てないからって毎回言われるんで、もう行くようになってますね。いや行った方がいいでしょ、はい、いやあの絶対に真似できないから、あそのいや怖いっすよ、でもなんかもう分かってるじゃないですか、絶対来るってみんな分かってるんで、それに突っ込む自分のちょっと勇気をちょっと称えてほしいぐらいです。いやそれすごい、いやそれは本当にすごいと思う、いやあの来るの分かってるところに行くってすげえ怖いから、めっちゃ怖いっすよ、もう特攻隊みたいな気持ちですからね、自分は。だから相手が思うよりも強い風速で行くみたいな感じよ。自分だから台風来るぞ来るぞと思ってても、もうだって練習であれを出せる人いないから、はあ、そうだから思ってるよりもすごくないと相手は怖がらないから、絶対対策できますもん、自分がタップの選手だったら突っ込んできたら膝合わせようとか前切りでよう、ミドルで止めようって絶対思いますもん、うん、あのそれを分かってでも行くっていう、すごいなマジで、超かっこいいでしょ、あのすごいぶっ込みの千尋でしょ、もうぶっ込みですごいなそれ、超怖いっすね、分かってでも行く、行きます、もう前切り刺される膝刺される、もうこう構えながらこいつ連打の中でカウンター取ってきそうだなと思っても行く、行っちゃいます、いやすごいそれ、僕も1で決めようと思ってるんで帰りのガソリン用意してないんですよ、あすげえすげえかっこいい、超かっこいい、渡すもめっちゃかっこいい、帰りのガソリン用意してない、もうしないですよ、すげえ1で、もう1でもう全ガソリン使って、でも無理だったらもうもう ガスケツで帰ってくるみたいな、でもこれで帰ってもう何も考えないです、あすげえ超かっこいい超かっこいい、いつもインタビューの人が言うんですよ、何ラウンドで行くんですか、1ラウンドで行けますって毎回言うんですよ、それでもし行けなかったらっていろいろ言われるんですよ、もしそれで無理だったらどうすんのみたいな、行くっても決めてるんで僕は行くんですよ、もう何も言わないからです、もし倒せなかったら行ってくださいって言って毎回もうそれでフルエンジン、いやそれすごいですね、だから結局それってすごいなと思うのが、多分みんなマラソンのつもりで走ってるから、試合始め でみんなマラソンのつもりで行ってるから、言っても大体7、8出して8ぐらいで、10出す瞬間あっても絶対10出す瞬間あっても絶対どっかしらで10を下げるタイミングみんな狙ってるから、だからいける可能性、あのだからいけるっていうのは絶対ある、絶対ある、そんなに埋めないからアクセル、いや怖いっすよ、ぶっ壊れてるマジで、いやマジですごい、いや超好きだと思う、超面白い、フルスロットでいきますね、いやそれすげえ怖いけど、はい、帰りの場所に用意しないで、もう完全に神風特攻隊、もう本当にそうです、そのまま行って、それでなんか今のところ6回全部成功してるし、はい、山本選手の時見たでしょ、はい、見ました、あでもあれ自分の中で納得いかないの、いやもうめっちゃ納得いかない、フラストレーションすごい、すごかったっす、あれでめちゃくちゃ反省してのタップの戦だったんですよ、ああなのでそのあじゃあもうあの山本戦終わった後はタップの戦の時はもうずーっともうずーっと辻つけてる感じが、もう後ろ足もずっともう試合前の時ももうそうでした、もうセコンドをちょっとこう抑えないともうブル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 言うぐらいのリード持ってもうブルブルしてブル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 してもうこうやって鳴った瞬間ブーンだ、でそこでもうあとはこう構えながらもう右蹴ってくるの待ってもうタップロンが右蹴ってきたら初めてちゃんとしたあのホイッスルなるみたいな、なりますもうドンですか、ね、それで鳴ったら行くみたいな、もうずっとそれ決めてるから、はい、もうそれでやってたんで、
めっちゃ面白い。もう山本戦ではもうガソリン余らせすぎてそれで試合してました。だから試合終わってガソリン余ってたりするともうちょっと消化不良だし、いやもう次の日から練習でした。もう余ってるんでもうすぐ練習して反省して、終わった後叫んだでしょ。めっちゃ叫んだ。うわーってなる。できないでしょ。いやなんかわかるけど試合の時とかになんかそのテンションで行くときって、終わった後それだと抜けないから、吠えるか3本刺さないと、抜けない、絶対抜けないですよ。抜けないよね。エンジンフルなんで。わかるそれ。もう1ラウンドで勝っちゃうと、もう3分分のエネルギーが2分で終わっちゃうと、1分残ってるんで、そこをどっか出さないといけないですね。僕もね、僕試合時期によって戦い方変えてたんです。結構、一時全部殴り合おうと思ってる時期あって、その時ずっとかかり気味だったからもうずっとかかってるね。試合で体力残ってる時もうこれ何これと思って、もうあの本当じっとしてられなくなっちゃうから、吠えるか、はい、吠えないと抜けない、抜けないもうダメなんですよ、吠えないとね。わかるよ。いや、それはそうよかったっすよ。もう、もう理解してもらえないっすよ。じゃあ、NMA 来て、じゃあ、今のところ2戦は、本当こう、消化不良みたいな。そうですね、はい。庄司戦とかも。そう、でも庄司戦は最初行ってたからね。行きました。あの時に、本当、なんか勉強になったんですよね。へぇ。やっぱ総合のエンジンをかけるタイミングが、キックとやっぱ違うんで。違う。そこをね、ホイッスル変え、位置変える、そうす、位置だけ変えるだけ、ちょっとフライングしちゃいました前回は。あの時はもうフライング、あ、雨みたいな、なっちゃって、あとあれなんですよ、あのボクシンググローブでのこうフルスイングだとなんかグローブの重みがあるんで踏ん張りが効くんですよ、オープンフィンガーだとスピードが出すぎちゃうんでもう振り抜けちゃうんで状態のバランスめっちゃ崩れます、ね、あ、なるほど。ちょっとフルエンジン、フルスロットすぎるともう自分の体がもうコントロールできない、できないんで、だからあの神風に突破台行ったらガーッてって、だちょうどいいスピードじゃないからグリグリバカ入ってくるじゃないですか。でも飛行機がアクセル踏みすぎてグーッて相手狙おうとしてたら踏みすぎちゃってるから、バランス取れないでグリ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 、めっちゃ面白い。その戦艦に突っ込む予定が戦艦こうしてくるって言って、もうね、船にこう当たらないですコントロールできないで、でもダメっす、ね、すげえな。海にダイブしちゃってましたね。海にダイブしてた、あの試合は。それで抑えようと思って2戦目行ったら全然行かないで、もう落ちるんじゃないかぐらいの本当にもうでしたね。ブーンってもう全然踏まないからそれでめっちゃ行って帰ってきてもう一回ぐらい行けるぐらいのエンジン、あれは次の試合も試合できましたもん、自分もう2試合ぐらいできました、できました、プッ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 プからちょっともう一回、めちゃくちゃ面白いですよ。平本連戦の、そうですね、話は鈴木陣容チャンネルの方でお願いします。しっかりね、はい、あの聞きたいと思いますので、くまなく喋らせてくださいくまなくいろいろ、はい、衝撃の記者会見の話も、いやそうですね、記者会見の話だけちょっといいですか、はい、そっちでもやりますけど俺あれ、いや話投げようと言われて、あ、いや、すみませんっつって終わらせるのかいってなったからそうですね、あれもちょっといろいろ喋りたいですね、はい、あれもいや、じゃ少しだけ聞けるとしたら、はい、あれ自分の中ではびっくりしたみたいな、なんかその、まあ、第一番最初思ったのはもう、まあ、長いって言われて、会見ってそういう場所なかったのかなと思って、まあ、自分あのすごい勉強もできないアホなんですよ。でそれいやね、なんかね鈴木選手ね、アホなのね、伝わってきますわ、マジっすか。俺ね、鈴木選手ね、これね多分ね画面越しにそのアホな感じ、アホなのかどうか分かんないですけど、アホかどうか分かんないですよ、勉強できなさそうだなっていうね
大事ですか、勉強できなさそうだなっていうのは多分伝わってます。いや一番嫌ですね。嫌なんだ。嫌ですよ。嫌なのかい。嫌なんだ。賢く見られたい。生まれ変わったら東大生になりたいです。東大生になりたいプロじゃなくて、じゃあ帰りのガソリン詰めてくれよ、はい、いやでもすごいそれね、あのね、格闘技に関して言うとすげえいい方に転がってるから。ああ、そうですか。あとルックスとちょっと違うから、ギャップがあるからね。いや、もう生まれ変わったらこっちで行かせてもらいたいです、ね、こっち嫌い、はい、今こっちだけど。いや、そうです、こっちのエンジンで行きたいですね。今こっちだけど、こっちで行きたい、社会に貢献したいです、僕は。こっちで行きたいっていう、はい、こっちで行きたいっていう、なんかそれとかもうウケるもんな。やりたいですね。いや、それがああいう風に来たからと思っちゃって思いました。パニックになってちょっと、そうす、本当は Google 本社に入る予定だったんですけどなんかグローブ握ってるんですよ。そうでしょ。いや、すごいな。いや、そんな記者会見の話もじゃあね、はい、あの鈴木千尋チャンネルの方でやりましょうか。お願いします。じゃあこの辺で、まあ、いい話聞いたんで、ちょっと試合終わってね、また、はい、あの話聞けたら、はい、さあ、よろしくお願いします。ぜひお酒を置いて飲みましょう、本当に。よろしくお願いします。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。